千里を見通す強大なドラゴン、誰もが恐れる比類なき見識の王ハインデルよ。願わくば姿を現せ、私の問いに答えてくれ。お前の願いは叶わぬ、ハインデルを求める者よ。たとえ世界の果てまで探したとて無駄なことだ。ドラゴンよ、お前がハインデルではないのか。我が友人は賢くも愚かだった。忠告を聞かず人間に関わった挙句無残な返礼を受けた。幾千の剣でもってしても竜鱗は砕けぬ。だがドワーフどもが作り上げたそのおぞましい魔石の刃は別だ。ハインデルの胸を突き破り、神にも等しい我らに死という屈辱を与えた。この剣は冥界で渡されたものだ。ハインデルの死など私は知らない。ここへは呪われたこの身の行くべき道を乞うために来たのだ。黙れ竜の仇、どこまで我らに害をなす。ベリアルの魂を奪い我らの卵を盗み、アリクにハインデルを殺した。今その呪わしい剣にまみえて一通りで血は逆流し火も触れんばかりよ。待ってくれ、私には何一つ覚えがない。言い訳は聞かぬ、命乞いも無用だ。今お前を誇る者の名を教えよう。竜巻の王にして早急の覇者、我こそは全てを滅ぼす者ワーグナー。祈りのいとまなく地獄の豪華で焼き尽くしてくれようぞ。ワーグナー、私をどこに連れて行こうというのか。この真の像に刃を打ち込む得難い好機にお前はためらった。
情けで命を長らえるのは屈辱だが、お前の心根には感じ入るものがある。竜を傷つけるその武器とそれらを生み出す輩は許すことはできん。だが一度だけお前の慈悲に応えよう。お前の問いに返答を与えよう。この呪いのことを教えてくれるのか。一夜にして滅んだ魔法王国の話を聞いたことがある。今は亡き王国バレンタインに伝わる呪詛がその姿の原因だ。姫の国の名だ。イングベイという男の言うことが本当なら辻褄は。国は失ったが民は死んだわけではない。皆呪いを受けプーカとなり果てたのだ。プーカたちは呪いを解くために結束して働いていると聞く。元の姿に戻る方法があるのか。一体どうすれば。そこまでは預かり知らぬ。眼下を見るがいい。荒野はかつてのバレンタイン国首都だった。だが今は妖精どもの領土、魔王と取り合いを続ける争い絶えぬ地だ。この下にプーカの住む場所がある。あとは当人らに尋ねてみるがいい。これで貸し借りはなしだ。名もなきプーカよ。私の名はコルネリウス。感謝するワグナー。勘違いをするな。我が復讐は続く。その狂人を振るう者はいずれも許さぬ。次にまみえる時はなめてはかからぬぞ。お前も油断せぬことだ。さて困ったぞ。どこからその町へ入ったらいいのか。おや、あれは。君、待ってくれ。あら、見ない顔ね。ダメよ、こんなところをうろついてちゃ。私はタイタニアのコルネリウス。プーカの町を探しているのだが。まあ珍しい、よその国のプーカだなんて。私はメリル、異国の方でよくここが分かったわね。この呪いを解く方法をあなた方は知っていると聞いたのだ。どこでそれを。私たちの秘密なのに。でもあなたもプーカだし、協力するなら教えてもいいのかしら。人の道に戻らぬ限り何だってしよう。誰にも喋ってはダメ。秘密を守れる。天とこの命に固く誓う。いいわ、教えてあげる。どんな魔法もプーカを人間に戻せない。ただ一つの魔法を除いては。それがバレンタインで作られた魔法のコイン。世界にある全てのコインを集めればどんな願いも一つだけ叶えられるの。願いはもちろん皆の呪いを解くこと。作られたコインを全て集める。一体どのくらいの数なんだ。皆で集めているのだけれど、まだどれだけあるのか。一つの国全部の効果を集めるのは並大抵じゃないのよ。あ、いけない。こんなところで立ち話をしていると大変。もうすぐこの辺りも戦場になるわ。妖精たちに挑む魔王の軍隊がやってくる。来て、私たちの秘密の町はこっちにあるの。